ちょっと汚いね、綺麗なものじゃない。会社の古希ですね、これが。5月6日、4月26日、ちゃんとダイヤルも間違ってないです。はい、堀さん、ありがとう。びっくり、そんな、ありがとう。バッともらってしまった。今日は眉毛以外何もしてないのでクマとかがちょっとひどいんですけど、すいません。クマというか、まあクマというかもうそうなんでしょう。ほくろもあるし、何、うん、そうねそうね、なんか影がすごいな。ほぼすっぴんです。パッと投げてみました。ありがとうありがとうね。そうでした。人差し指長いですよ。鼻よりも長いですね。どうやって分かりやすいんだろう。鼻から出しても顔は出ますとか。分かりやすい。おでこよりは長いか。ネイル、ほら、これ昨日夜中にやってたやつです。こんなに綺麗にできたの嬉しいの自分でやったから。そうなんですよ。中指と勘違いしないように指輪、ちょっと待って、これはね、お仕事行く時につけるやつです。これをしてる時はお仕事行く時です。これ、この指輪はね、結構指輪は結構大事だと思っています。パワー指輪みたいなやつです。ジークリタ君、お、待って、サルサルゲッチュ、ありがとう。もらうじょう、もらうじょう。これはね、あのソロライブやってる時もね、つけてました。これ私物です。これをつけてると自分の中でいいことが起きる気がするんです。でそういうのめっちゃ信じるタイプなんですよ。テテちゃんハートいただきました、ありがとう。ダボハートいただきました、ありがとうございます。ありがとうね。白ご飯くんがパンパン、ありがとう。 Thank you、 こんにちは。ようすっぴんで私はよくショールームができていますね。自分でも驚いちゃうわ。ちょうどガソリンスタンドによって始まったの。ウケるウケる。ガソリンスタンド私も行かないと車ガソリンなくなっちゃう。以上です。って頑張ってね。ツアーは買わないよ。カニオライオンさん、ハートありがとうございます。ウェリーファンファン、救急車の音したよね今。大丈夫か、大丈夫なのか。今日はお昼を食べようと思っていた時に水道屋さんが一生懸命やっていたので、なんかお水とかも使ったらあれだな、使ったらあれだなって、絶対使っちゃダメなんだけど、使っちゃダメだなってなったので、一人で近くにあるラーメン屋さんに行ってみました。だいぶ前からあったんだけど、そのラーメン屋一回も行ったことがなかったので行ってみました。そしたらね、まあ辛いラーメン屋さんがあったので、じゃあこの辛いラーメンください、担々麺か、担々麺くださいってさ、辛さ増せますよって言われて、どれくらい増したらいいか分かんなくて、なんか1から2から3から4からありますって言われて、じゃあちょっと甘辛いの嫌だから 2からでって言って、したらね、めちゃ辛かった。多分1からが普通で辛い担々麺なんだね。増さなきゃよかったのかもしれないって思って、お腹が結構ね辛いよって言ってます。でもね、すごい美味しかったです。美味しかった。カラオケ
美味しい、辛いの好きなんで、ね、美味しく食べれる辛さでした。カツルタンタメン食べに行った時もすごい辛いなって思ったけど、辛美味しく食べれる辛さでした。それぐらいだったからちょうどよかったのかなみたいな感じでね。他店比較聞かないと思って、聞くの？すごいね、ゴールデンウィーク毎日カレー食べますって。マジ？私ね、昨日カレーだったんじゃない、私、あ、違う、一昨日だ、一昨日から唐揚げじゃないや一昨日カレーでした。その昨日はねハンバーグでした。お昼、夜はね食べてない、食べたっけ、あ、夜はね、だ、ほうれん草のごま和え食べました。はい、うまから、うまから、いや美味しかったな、辛かったけど美味しかったです。辛いものは嫌いじゃないです、ただそんなに辛いものは得意ではないです。ただ辛いのは好きなんだけど、その人並みです、人並みの辛いものは好きなので、辛いものをわざわざ食べに行ったりはするんだけど、辛すぎないくらいまでにしか食べないですね。激辛しか勝たんだって、すごいな、辛いのは好きなんだけどな、そこそんな辛いのは食べれないです。一般的なお店で1からはどれくらいですかって、私あんま聞けないや、なんか行っちゃえっていう、私結構そういうタイプです、行け行け行っちゃう行っちゃうっていう感じですあんまり聞かないかも。カニワライオンさん、あ、それもありがとう。今日はクマとかがすごいですけど大丈夫ですか、聞いたが身のためだって。まあ確かにね、なんか死にそうな時は聞こうと思いますそうだね、なんか私ってここがすごいよね、なんかここ、ここがなんかそーってなってるのが嫌なんだよね、結構なんで影になるとねそうなっちゃうんだよね、眉毛描いてると余計にそう見えるね。すごい目の下から気にしちゃう、なんかさ目の下黒いねとかさ、そういうコメントがさ来てさ、いやあんまり言わないでくださいとかじゃなくてさ、もう自分からさ目の下黒いよねって言っちゃうのってさあんまり良くないと思う、黒くないことにして、うん、治れ治れ治れ。今日さ、ゴールデンウィークに上がる予定だった動画が上げられなくてごめんなさい、多分ね明日とかに上がると思う、待っててね待っててね、みんなみんながハッピーになれる動画を撮ったよ、多分だけどね、イエスイエス。ありがとう、楽しみにしてるね、嬉しいです、待ってるよ、ありがとう、めちゃめちゃ嬉しいです、頑張ったんですよ、すごく大変でしたけど楽しかったので、なんかね一回ツイートしたかな、ツイートはしたかな、それがもうすぐ完成するのかなって思うので待っていてください。なんかほくろいっぱいあるね、 1,2,3,4,5,6,7 個、あ、こんなところにほくろあったの、私これなんだっけ、なんとかぼくろじゃん、泣きぼくろっていうの、ここにもあるじゃん、うわー、ここにもある、え、私こんなところにほくろあったんだ、あ、これは知ってるわ、
こうやったら三角形とか言ってたもんね。ここに泣き袋みたいのある。知らなかったんだけど。私結構多いよね袋、今更ながら多い。あいゆくんタコチューいただきます。タコチューありがとう。いやー、指も袋今日もありますから。すごいね、ペンみたい。なんか濃くなってない？気のせいか。すごい、不思議。なんかでかくなってない？でかくなってると思うんだけど、こんなだったっけ。でかくなってる気がする。親指のこれほくろですよ。すごい、なんかシミじゃん。もうほくろじゃないよ、シミだね。やな、ごめん。唇の中のほくろはね、意外と結構気にしてる。ほくろ動くもの、あ、そっか、そうだよね。鉛筆の芯じゃないですそう、違うんだってば。本当なんだよこれ。これ嘘じゃないの、本当に黒なの鉛筆の芯って毎回、いや自分だって鉛筆の芯だと思って一回これ取らなきゃと思って一生懸命ペラペラってやったらさ、中まで黒かったからほくろってことに気づいたんだよ。そうなんだよ。そうさ、そうさ、僕らが笑顔。すっぴん、すごいね今日は。こういう感じでいく、眉毛だけにいく。こういう顔してます。目、目はこんな感じです。どうですか、ちっちゃい、ちっちゃいね。でも目、目の色は茶色です。ママが茶色だから裸眼です。コンタクトは入れてません。まつげは長めです。この間包丁につけましてますかって言われました。そんなわけあるかいってね。 Hello、 アミちゃんでも二重なんだよねそうそう、目でかくする加工ね、加工なくなっちゃったんだよね。うん、無加工です。ほら加工なくなっちゃったの。うん、そう、なんかまた調整中なのかな。一重メンバー我、まあ一重っていうよりも奥舞台って言われるけども、一重みたいなもんだよね。ほら、うん、もうほぼ一重と同じだと思ってます。二重にしたらこんな感じ。無理だガン、無理だどうやってやんの、こういうこと。ほらどうですか、二重。うん戻っちゃう。ということで1178日、めちゃめちゃじゃん、とんでもないね。ありがとうみんな、みんなに会えて嬉しいわ。今日はまた短い配信になってしまったんですけど、
明日は夜かな配信できると思うので、夜配信って夜中になっちゃうと思うんだけど、ぜひ見に来ていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また明日お会いしましょう。では会社役一夜を堀さんツンツンビヨツツ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 ありがとう。お手会社せーの以上です。ありがとうございました。また会いましょうね。バイバイ。